こんにちは。7L4WVU です。今回の動画は、2023年に制作した、アマチュア無線の CW 通信で使うメッセージキーヤーの紹介です。メッセージキーヤーは、電信の端点と、超点信号を発生し、何種類かの文字列を記憶して読み出す機能を持つものです。最近の無線機では、この機能を実装したものも多く、外部接続用も、市販品では、キットを含めて、各種見ることができます。今回のものは、市販品でも、ほとんど見ることがない、パドルも一体化したもので、小型軽量のものを目指しました。動画は、この装置の特徴と設計、そして、軽量パドルを、磁石がつかない机などに固定する、アイデアについてご紹介します。本装置の特徴は、パドル内蔵で一体化して、さらに小型軽量という点です。重さは、内蔵バッテリーやマイクロコントローラーなど、すべて含めても、68g しかありません。市販品のパドルなどは、重さで安定感を出すものが多く、人気のあるアメリカ製のベンチャーパドルなど 1300g もあります。カイロズと、ソフトウェアコマンドリストです。本キーヤーは、オープンソースで、世界中で使われている、K3NG3 設計の、カイロとソフトウェアを、使用しています。参考リンクを動画のコメント欄に記載しておきますので、興味のある方は、ご覧ください。回路図で示すように、アルディーノマイコンを用いた、簡単なものです。オリジナルは、5V 動作だったので、3.3V に変更しています。なお、このソフトウェアは、パドルからの信号で各種モードの切り替えができるようになっています。少し複雑ですが、多機能でよくできたキーヤーと思います。左上の写真は、基板の表面で、マイコンボードと、メモリー選択用のスイッチ、速度変更のためのボリュームが配置されています。下の裏面は、充電基板、スピーカー、そして外部出力ジャックとかからなり、かなり苦労して、詰め込んだ設計となっています。また、この基板は、余剰部品を付けて、2023年に無料で配布したので、すでに製作された方も多いと思います。このような小型化を目指さない場合は、JAのメキ版でも製作できるので挑戦してみてください。次に構造設計です。このパドルは、可動部分にベアリングを使用したため、構造から検討しました。左上のように、いろいろな試作モデルを製作して、使いやすいものを選んでいます。当初、薄型を目指したのですが、ベアリグ自身のガタつきが大きいため、ベアリングを2個、縦に積む必要がありました。左上の図が、ベアリング構造とスイッチ機能の試作機です。丸には、基板と電池も内蔵できるように考えた試作で、それをベースに各部分を修正して、最終版ができました。完成した装置だけ見るとわかりませんが、こういうプロセスを踏んで、いろんなものができているということを見ていただければ嬉しいです。実際に内部がどのようになっているか、分解しているところを動画でお見せします。今回のパドルの底には、固定用のマグネットをつけています。軽量パドルの場合に固定方法が問題になりますが、磁石がつかない机の上などで使うアイデアをご紹介します。金属プレートを固定できるものがないかと探していたところ、ダイソーで売られている、耐震マットという、ジェルシートを見つけたので使ってみました。結構、強く金属プレートが固定され、横方向のブレが軽減できるのでご紹介します。ダイソーの通販でも購入できるようです。実際に使っているところを動画でご覧ください。ここで、金属プレートは、ツルツルのものは滑りやすいので、動画に出てくるような少しザラついたようなものが良いようでした。
いかがだったでしょうか。耐震マットは、結構良いので、各地でのイベントのデモの時に机に貼り付けて使っています。軽量で何回も剥がすことができるので重宝しています。それでは、動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、自分が制作した作品を中心に、ものづくりやアマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、チャンネル登録をしていただくと嬉しいです。